つい会話を聞いてしまった。道の試練とは何だ？アンスケリックの古き伝統よ。若い男はその道を完走して初めて真の戦士になる。どんな道なんだ？ローグナーなら戦士の道について詳しいわよ。儀式を司るのは彼。アーデクロブ山の麓に住んでるから行ってみて。男らしい。役立たずのすべてはおうち。2本の剣を持つぜ。お前とは初対面だと思うが、何か気に障ったか？かつてこの島々は我々だけのものだった。異国人は立ち入らなかった。立ち入れば帰れなかったのさ。いい時代だった。不運にもここにたどり着いた者にとっちゃ逆だがな。グナーか。誰だ？なぜ聞く？戦士の道へ行きたいんだ。よそ者の挑戦は初めてだが、命が惜しくないのなら試すがいい。何をすればいい？道は2本に分かれている。一方は山の頂上へと続き、もう一方は地中に伸びている。両方を走破し、勇気を証明しろ。山の道について教えてくれ。アーデクロブ山の頂上に通じている道だ。山頂には真紅のショールがある。それを持ち帰れば道の終点まで行った証拠となる。それほど難しそうには聞こえないが。まだこの地方の山をよく知らんと見えるな。地中の道について詳しく教えてくれないか。洞窟のようなところか。ああ、だがそこまでの通路は水の中だ。泳ぎ切った大陸人はいない。子供の頃から真珠を取るために潜ったりしていないと無理だな。確かめてみよう。他には？洞窟の出口には驚きが待ち受けている。そこで見つけたものを持ってこい。驚き？どんなだ？行けばわかる。もしハーピーの群れにやられずに最後までたどり着ければの話だがな。いいだろう。試してみよう。よそ者で、しかもバカ者と来た。おめでたいやつだ。いいが、アーデクロブ山の頂上まで走り、黄色のショールを手に入れろ。それから洞窟へ行け。出口に何かがある。だが説明はしない。行くがいい。お前の凄さを世界に証明してみせろ。レディ・ブランのやつも踏まったことをしてくれたのだ。さあどうする？you
死の着物が死へと向かう。戦士の道を乗り越え。私は大好きだ。
若きアンクライトは本物の勇者だ。どうだった？言われたほどは難しい試練じゃなかった。集める必要があるものはこれで全部だろう。試練を乗り越えた初めての異国人だ。尊敬に値する功績だ。お前の成した偉業を5つの島に伝えよう。最高の剣でも弱い奴が使うんじゃ価値がないだろう。